ロシア、プーチン大統領、現在占領の地域維持で停戦交渉の用意あり。米メディア報道、ロシアのプーチン大統領がウクライナ側と停戦交渉に応じる用意があり、西側諸国にシグナルを送っているとアメリカメディアが報じました。ニューヨークタイムズは23日、プーチン大統領が非公式な外交ルートを通じて停戦交渉に応じる用意があると伝えていると報じました。ロシア大統領府関係者やアメリカの外交官らの情報だとしています。現在占領している地域を維持することがプーチン大統領が示している条件だということです。撤退しない姿勢を見せることでロシア国内に対して勝利を印象付ける狙いだとみられます。こうしたメッセージは9月以降外交ルートを通じて伝えられていて、ロシア政府は西側諸国によるウクライナ支援が減少している今がロシアにとって有利な交渉のタイミングだと考えているということです。一方でニューヨークタイムズは国土の一部を失う形での停戦交渉にウクライナ側が応じることは難しく、前線の状況次第でプーチン大統領が考えを変える可能性もあると指摘しています。消耗戦での勝利目指すロシア、戦車温存のため歩兵だけで突撃。ロシアがウクライナとの戦争で1ヶ月あたりに失える戦車の数は50両までだ。だが10月には100両以上を失った。その大半はウクライナ東部ドネツク州アウジーユカへの数週間にわたる攻撃での損失だった。この大規模な損失はロシアがウクライナとの消耗戦に勝つために立てている新戦略を危うくした。11月にロシア軍の連隊が戦車などの装甲車両の前線投入を控え、歩兵を徒歩でアウジーユカへの攻撃に送り込んだのはそうした理由からだ。歩兵は多数が殺害された。11月にアウジーユカ周辺では1万3000人のロシア兵が死傷。だが12月に入っても攻撃は続いている。ロシアの上層部にとっては車両よりも人間の方が害が効くようだ。おそらく合計で4万人の兵士と数千の車両からなる12個前後の旅団や連隊が10月10日アウジーユカのウクライナ軍守備隊に対して決死の攻撃を開始した。アウジーユカを包囲し守備隊を全滅させることを目的にロシア軍の突撃部隊はアウジーユカの南北に進んだ。どちらの方面でも地雷原、そして攻撃を予期していたドローン、無人機や大砲によるキルゾーン、撃破地帯がロシア兵を待ち受けていた。多くの血が流れた数週間でアウジーユカの少数のウクライナ軍の旅団はロシア軍の車両を少なくとも211両破壊。これはアウジーユカ周辺に展開したロシア軍の車両の 10% に当たる。この損失は長くは耐えられないものだった。ロシアがウクライナに侵攻した2022年は激しい戦いとなり、ロシア軍は侵攻前に保有していた4000両の戦車のうち約1500両を失った。2023年になってからはロシア軍は戦車の損失を月平均50両程度になんとか抑えている。ロシア軍が機械化部隊を徐々に弱体化させることなく、大破または鹵獲による戦車の損失に耐えられるのは1ヶ月に50両までだ。つまりロシア軍が長い消耗戦に勝つために放棄できる戦車は月に50両ということになる。ロシアは3000から4000両の戦車を持つ部隊を数年間維持できる。これはロシアの産業がおそらく年間1500両程度の戦車を生産、または長期保管から回収していると見られるためだ。ただしスウェーデンのあるアナリストはロシアの戦車の生産はずっと少ないと考えている。開戦前に比べて戦車の生産と近代化が大幅に強化されたことになるが、それでも旧ソ連時代の年間生産数にははるかに及ばない。2023年に毎月生じている損失を補填し、最終的に前年の損失を埋め合わせるだけの数だ。最近のロシア軍全体の規模拡大に合わせて戦車部隊を増強することは長期的なプロジェクトとなる。冷戦時代の戦車がまだ何千両も保管されており、複数の車両工場が24時間体制で稼働しているため、ロシアはあと数年間は3000から4000両の戦車を持つ装甲部隊を維持できるはずだ。戦場への投入数が増えている T-80 や T-72、T-62 などの古い戦車が生産に時間がかかっている新型戦車 T-90 を補っているため、ロシア軍の戦車の平均年齢が上がり続けることは確かだ。だがロシアがウクライナに仕掛けたこの戦争では大砲やドローン、
地雷が戦場を支配するようになっており、戦車の進級はあまり重要ではなくなっている。ロシア軍は甚大な犠牲を出したいくつかの攻撃で戦車による歩兵支援を行わなかった。これは戦争を長期的に続けられるよう作戦を調整していることの表れだ。一方、ウクライナがこのような消耗戦を続けられるかははっきりしない。ウクライナは資金と兵器を外国の同盟国に大きく頼っている。そして最大の同盟国である米国は政治危機の真っ只中にある。米国の共和党議員らはウクライナにさらにもう1年軍事支援を行うための610億ドル、約8兆7000億円の予算案の承認を数ヶ月にわたり拒否している。第3の軍事革命の AI 兵器規制、国連総会決議。ウクライナの戦場、実験場に。国連総会は22日の本会議で、人間が関与せずに人工知能 AI が標的を選択して殺害する自律型致死兵器システムに関し、国際的なルール作りを進める決議案を採択した。 LAWS 関連の総会決議は初めて。戦地で LAWS が実用化されるとの懸念が高まっており、規制の議論を急ぐ。決議案はオーストリアが提出した。採決では日米など先進7カ国 G7 を含む152カ国が賛成した。 AI の軍事利用に積極的なロシアやインドなど4カ国が反対し、中国やイスラエル、イランなど11カ国が棄権した。は短時間で膨大な情報を処理し、 AI が判断して攻撃する。実用化されれば火薬や核兵器に続く第3の軍事革命になるとも言われる。 AI の一方的な判断で民間人を巻き込む誤爆や暴走など紛争が一段と深刻化する恐れがある。ウクライナの戦場などが AI 兵器の実験場となって飛躍的に技術が進展しており、の実用化につながる可能性が指摘されている。決議では国連憲章や国際人道法などが LAWS にも適用されると確認した上で、 LAWS が軍拡競争や紛争を招きテロリストらに拡散する事態への懸念を表明した。 LAWS の課題に関する国連加盟国の見解をまとめ、来年9月に始まる次期会期に報告書として提出するよう国連のアントニオ・グテレス事務総長に求めた。グテレス氏は2026年までに LAWS を法的に禁じる枠組みを創設するよう求めており、採択を受け規制に向けた議論を加速させたい考えだ。 AI で先進的な技術を握る米国と中国は LAWS をめぐる規制の必要性では一致しているが、ロシアは規制に反発している。今後の議論は曲折が予想される。ウクライナ国防省の高官、57億円の横領容疑で逮捕。ウクライナ保安局 SBU によると、同国国防省の高官が砲弾の購入契約に絡み15億フリブナ、約57億円を横領した疑いで逮捕された。 SBU によれば、容疑者は昨年12月に貿易会社との間で砲弾購入の契約を結んだ。一方でその後、同じメーカーから直接より好条件で砲弾を購入する契約が成立した。納期が短縮され、コストも削減できる内容だった。ところが容疑者は最初の契約を継続したため、仲介した外国の関連会社に代金15億フリブナが振り込まれた。国防省の報道官は、砲弾が納品されなかったため、この契約を打ち切って返金を求める措置が検討されていると述べた。SBU は、容疑者の不法行為を裏付ける文書を発見したと発表した。裁判で有罪となった場合、最大で禁錮15年の刑が言い渡される。ウクライナのゼレンスキー大統領は9月、国防省で相次ぐ汚職事件への新たな対応が必要だとして、レズニコウ前国防相を解任。後任には国有財産基金総裁のウメロウ氏が起用された。 CNN は10月、米国がウクライナに対し汚職対策を強化するよう求めていると伝えた。米当局者らは対ウクライナ経済支援の一部について改革の進展を条件にする方針を示した。ウクライナの欧州連合 EU 加盟交渉でも汚職対策の強化が条件になっている。ゼレンスキー氏は今月の訪米で汚職問題に取り組む姿勢を強調していた。日本企業所有のタンカーに攻撃、人的被害なし。インド沖、米国防総省は23日、
インド西岸沖で日本企業が所有するタンカーが無人機による攻撃を受けたと発表した。同省によると、攻撃されたのはメガボルトケムプルートで、オランダ企業が運航し、リベリア国旗を掲げていた。日本企業が所有しているという海上警備会社アンブリーによれば、同船はサウジアラビアからインドに向かっていた。米紙ウォールストリートジャーナルは、運航会社のオランダ企業はイスラエルの海運大物実業家イダン・オファー氏とつながりがあると伝えている。同省によると、攻撃は同日午前、日本時間同午後3時頃起きた。火災は消し止められ、死傷者は出ていない。またタンカーはインドに向け航行を続けており、通信は維持できているとしている。攻撃があったのはインド沖約370キロの地点で、米軍の艦船は近くを航行していなかった。現時点で攻撃を行ったことを認めた組織はない。イスラエルとイスラム組織ハマスの軍事衝突開始後、ハマスを支持するイエメンの反体制派フーシ派による商船への攻撃が公海で相次いでいる。今回の攻撃で危険地域が広がった形だ。